こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。ということで、今日はですね、皆さんご存知、中野くんにね、呼び出しを食らいまして、中野くんの方からちょっとお伝えしたいことがあってます。今、中野くんを迎えに行っております。どうしても皆さんにお伝えしたいことがあるということで。皆さん？ちょっとここ入って待ちましょうか。さあ、中野くん家の近くにやってまいりました。大丈夫よね、言えばね。多分大丈夫。大丈夫です。中野くんを呼び出したいと思います。わかりました。到着しました。中野くん。中野くん。はい。なんか、おはようございます。伝えたいことがあって。あ、はい。今日は何？今日はですね、僕の、奥さんとの結婚指輪を買いに行きたいと思いまして。はい、ちょっとお二人に来ていただきました。それは どういうことなの？以前、パラシュート部隊さんの YouTube 生配信で、ちょっと報告させていただいて結婚、で、その中でご祝儀を網だくじで、やってくださったじゃないですか、ペペさんは1万円引いていただいて、鍋さんも4万円引いていただいて、で、斉藤さんが20万円。まあね。はい。運命のお時間です。いやー、最後、せーの、あみだくじ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 、斉藤の全財産持ってかれた。いやいや、あれからもう2週間ぐらい畜生って言ってたよね。いや、僕も会うたびに、あれからもう会うたびに言われる。なんて言われるの？いや、あれは痛かったなーって。もらいづれば目の前で、ずっと言ってたね。サウナ入ってる時ずっと言ってたから。いや、もう暑さプラスプレッシャーでもヘロヘロなんだ。そうね。それで？それで、自分、お金ないんですよね。アルバイトばっかり。知ってるよ。知ってますか？まさかまさかの先輩方から、お金いただいたということで、これはもう僕ら結婚指輪を買うために多分、神様が導いてくれたんじゃないかと思って、ちょっと今日、一緒に買いに行ってください。おー。あー、でもやっぱ、そっか、結婚指輪って2個いんのか。2個いります。え、でよ、今日すごいのが、ちょっと映らないとこに、奥さんもいます。はい。こんにちは。こんにちは。奥さんも来てるの。いや、俺、初めまして。幽霊かなと。いやいやいや、幽霊でもよかったんじゃないですか。来た来た来た。会いたかったよ。会いたかった。生きてます。初めまして。初めまして。どうも。いやー、まずちょっと率直な疑問なんだけどさ、奥さん。はい。中野くんって大丈夫なの？いや、もう、この人が言って。かー、見せつけてくれるじゃない。でじゃなくてがね。ああ、いいですね。この人でいいじゃない。でもほら、生活力なんていうのはもう本当にもうゼロじゃない。そうですね。で、売れる確率ってまあね、まあこの業界ってもう誰がどうなるかわかんないけど、まあ、私もまあこの芸能界25年。はい。ざっと計算してまーす。何パーくらいかな。0.2% じゃない。無理じゃない。低いな。1年だ。0.2。1は友達だから 0.1 足しといて。あ、本当は 0.1 だ。うん、0.1。それでも奥さん信じてるんだ。そうですね。この人ならやってくれるだろうと。かぁ。言わせてみてえもんだなぁ。いや、でね、ありがとうね。おいおい、なんだこれ。お前、まさか、追っ始めると思って。お前、だとしたらお前、これ流せないぞ。いや、アカウントバンされるやつ。いや、流してもいいよ。ダメだよ。その、あなたはもう勢いでね、はい、20万って言ってるけど、その生活費に回しても別にいいわけや、そんな。はい。奥さんいいの？それで。いや、もう、逆にいいのかなと思って。私もなんか、ご祝儀をいただいて。いや、でも、やっちゃ嫌よ。伊沢さん、そう、気持ちよく行こうよ。まあ、1万の俺が言うのもあれやけどさ。そう、怖もう、伊沢さんも。奥さんで最初20万、持って帰ってきた時はびっくりしたでしょ。あ、私あの時配信見てて、おう、もう大、もう笑っちゃいました。笑っちゃったじゃん。まさか20万という。本当に来るとはと思って。でもその、20万、来い来い来いと思ってたの。いや、
カモ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 っていう感じ。いや、よし入ったって。多分いい子だから申し訳なさみたいなのもあって。そうなので、本当に渡したでしょ、持って帰ってきたでしょ。はい、もうびっくりしました。ありますよ、うん、あ、今日持ってきた、チロ。わぁ、すごい。来た、浅野優子さん。浅野優子さんのね。はい。浅野優子さんが渡したわけじゃなくてね。そうだ、浅野優子さんにいただいたやつを斎藤が使ったと、ね。役者のな。はい。神様。はい、ある。でも奥様的には結婚指輪はやっぱ欲しいは欲しいよね。そうですね。欲しいですね。うん、いや、じゃあ、ごめん。俺、ちょっと全然そういうしきたり知らんくてさ。婚約指輪は渡したの？はい、渡しました。あ、渡したの？はい。え？婚約指輪は、あれでしょ、普段つけないやつ。つけないやつよね。結構ごつめのやつとかなんか、それこそこのダイヤが、うん、みたいなのが今夜。給料何ヶ月分みたいな。そうそう、それが3。あれが50万ぐらいやったの？いえいえ、いくぐらい。4万円です。え、それをさ、つけてたらダメなの？俺、両面にしたのよ。あ、どっちも使えるやつ。あの、なんか、半分ダイヤ入ってて、半分がプラチナっていうかなんか、シルバーみたいなやつ。あ、でも中野くんとお揃いのやつにしたいってこと？ああ、そうですね。まあやっぱ僕とその奥さんのイメージとしては、うん、結婚指輪っていうのは、うん、まあ、お揃いのものを二人でまあずーっとつけて生きていくっていう。まあどうなるかわかんないけどな。いや、うん、そのお店とかさ、はい、目星はついてる、ここのブランドがいいとかさ、うん、はい、一応二人で調べまして、うん、カルティエ。お、聞いたことあるぞ。カルティエ。カルティエのやつ買うの？はい。マジで？はい。タルン？俺も、もう、タル？あ、下調べしたんだ。一応下調べしました。はい。タル？タルマス。2個買うのやろ？はい。タルマス。はい。タル？タル、います。タルマス？タルマス。大丈夫、一応。はい。カルティエ。いいね、思い出やね。カルティエっちゃあれやろ？舶来品やろ？え、そりゃそうよ。何や、舶来品って。いや、まあもうでもこれは任せるから。じゃあ、はい、どうせ店 100% 許可降りないから。はい。あ、俺やったらいけるかな、福岡から。あ、でもフランスか。そうね。一応行ってみる？やめとくわ。買うとこは見れないけど、買ってきて、つけたとこは見せてよ。はい。せめて。はい。ちょっとドキドキするな。え、どこにあんの？どこにあんの？天神の、岩田屋の新館に。おお、デパートね。デパートないでは。そりゃそうやろ。えぇ、ー。じゃあ、そこに行きゃいいと。はい。すごい、よく考えたら、金出して送ってっていう、とんでもない。すいません。ありがとうございます。いや、でも見たいわ。はい。カルティエだ。じゃあ、ジン。岩田屋にやってくれ。運転手ね。ほら、ブサイクの鼻開くんだよ。おい。長田君みたいな顔しよう。チキショウ。テレビ見てるから。送ってもらえるけど。やめな。でも、いや、とんでもない。奥さん、俺はちょっと申し訳ないなと思ってんだけど、やっぱほら、なんか中野くんいつも誘うじゃない。ああ、ほんとよ、さやつさん。週5、下手したら収録でさ、なんかさ、ちょっと申し訳ないなと思って、ごめんね。あ、いえいえ、全然、もうどんどん連れ回してください。いや、そのつもりなんだけど、今やもう鍋もちょっと忙しくなってきちゃってるから、だからもう、いないのよ、俺が。友達が、本当に。いや、それよくないよ、新婚でさ。ごめんごめん。ちょっと一応気は使ってるよ。申し訳ねえな、っていう気持ちで呼んでる。呼んでる呼んでる。減らしていくとかさ。いやいや、ほら、ちょっと減らすかなと思って。いや、それは減らさずで。付き合ってどれぐらいなの？で、結婚したんですか？4年半ですね。すごいよ。結婚したいなと思ってたんですか？そうですね。もともとしたいなと思ってて。からも結婚したいっていう気持ちは聞いてたんですけど、なかなかやっぱり結婚っていうまではいかなかったんですよ。そうだね。そのどういうところがいいんですか、中野。そうね。俺らからしたらちょっと怖いのよ。うん、そう。ちょっとサイコっていうかさ。どういうところがいいの、中野。やっぱり、まあ、一番はやっぱり一緒にいて楽しいですよね。何言ってるか分かんないところも。確かにね。ほぼほぼ何言ってるか分かんないよね。奥さんの方がどう考えても、説明上手だもんね。達者だよね。奥さん。何言ってるか分かんない。何言ってるか分かんねえんだよな。いやもう、リアルサンドイッチマンさんってことだね。何言ってるか分かんない。ちょっと何言ってるか。分かんない。ちょっと本当に何言ってるか分かんない。楽しいんだね。そうです。逆に中野くん、奥さんのどういうとこがいいの？僕は、僕のことを好きって、毎日、
100回ぐらい言ってくれるところで。いや、それはさ、もうほら、中野君。それは自分中心じゃん。自分中心だよ、それ。いやいや、昔の俺じゃないけどさ、うん。俺のこと好きな人が好きっていうね、うん、タイプは。まあ、それ良くないよ。それ奥さんのいいとこじゃないじゃん。そうだよ、それ。そんな奥さん100回ぐらい言うんですか？まあ、言いますね。すごいな。おい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 、テンション下がってきちゃったよ。いや、なんでですか。金払って、なんでもこんな。見せつけてくれんじゃない、見せつけてくれんじゃねえか。俺なんて言われたことないんだから、人から好きってさ。いやいや、そうそんなことないと思いますけどね、うん、あるんだよ、俺本人なんだから知ってる。まあでも本当に、うん、あの好きなところ、まあこれ、まあ、家族が大好きってことも好きですね。いや、うん、僕も、うん、あの自分の、 あの家族、兄弟、親が大好きで、ああね、はい、奥さんも大好き、家族を大事にする、あ、ファミリーをね、ファミリーを、それはいいよね。はい。いや、でもそんな毎日毎日斎藤と飲みってさ、うん、大事にできてんの？奥さん大事に、いや、それ心配してんのよ。で、彼はあのバイトも合わせないかんからさ、うん、いいんかなと思って、だから申し訳ないけど、申し訳ないなと思いながら誘ってる。いや、だから誘うのやめろって。奥さん大丈夫よね？全然大丈夫です。あの、奥さんも来ていいよ。やっぱ、ちょっと、女子一見あった方が俺らもテンション上がるしさ。いや、斎藤ハラスメント、あ、出るんですか？すごい、あの、基本的には、全部下ネタ。いや、もうハラスメントの嵐でしょ。それでいいんだったら全然、ご飯はご馳走するから。なんなのつって。うん。基本的にはね。最近夜の方はとか聞いちゃう。そう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 。基本はね。もうひどいよ、それ。それに耐えれるんだったらいつ来てもいいよ。いや、行ったがいいよ、ただで飯食うからさ。食べれる。俺もさ、どっちかというとごちそう人生だったからさ、うん、ごちそうになる方ね、うん、で奥さんはさ、それ食べれないじゃん、その場には入れないから、うん、申し訳ねえなみたいな気持ちあったのよ。ああ、だから、ね、そうそう、奥さんのとこはずっともやし食べてるんでしょ今。いやいや、極端すぎませんか。そうなの。まあ、しっかり働いてますから。あ、そうそう、僕と違って奥さんしっかり稼いでる。あ、そう、これどこ止めようか。いや、俺らはもう乗っとくから。あ、そうなん。そうだよ。あ、そういうことか、うん、だから、なるほどね。あ、じゃあ今右回ること、そ、何やってんだよ、さ。怖っ。え、そこよね。そうです。あ、じゃあここやね。ペペちゃん、これ左寄って、うん、寄せて止めようか。で、買い物終わったら呼んで。わかりました。あ、今降りようか。うん、気をつけてね、はい、後ろ、はい、両サイド人気をつけて。じゃあちょっと、はい、じゃあ、別に本当に欲しいやつでいいから、ね、そうだよ、マジで気をつかなくていい。はい、時間、ゆっくりでもいいし、うん、はい、すいません、ありがとうございます、はい、鍵開いてる、はい、はい、すいません、また迎えに来てくださる、はい、はい、すいません、ありがとうございます、うん、はい、すいません、はいよ、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、いや、ちょっと入ったね、入ったね、熱々とはこの、いいよ、いいですか、本当に連絡して、はい、ゆっくりでいいから、はい、ありがとうございます。なんだかテンション下がっちゃったね、ちょっと当てられてんな、うん、当てられちゃったね、当てられちゃったね、すごいよな、仲いいよな、新婚とはいえ仲いいよな、うん、いやでもあったはずだよな、俺にも、俺はなかった、お前んとこはなかったな、主従関係がもしっかりしてたから最初から、うん、付き合ってる時仲良かった、すぐ子供できたし、付き合ってる時仲良かった、確かに、でも渋谷手つないで歩いてたもん、うん、やっぱ毎日ファイトクラブしてる。これはもうちょっと流そう。流しましょう。ブラピしちゃってた。ブラピしちゃってたからさ。ブラピとエドワード・ロート。ディーティリ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 ティティリ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 ティティリ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 ティ。実は同一人物やったからね。うん。やばいっすね。いや、ほんとすごい、だからやっぱいい奥さんがいいよ、ちゃんとしてるしさ、ちゃんと働いて綺麗だな、やっぱそういう風になってんのかな、うん、ああいうちょっとやっぱ母性じゃないけど、こうちょっと頼りないみたいなとこがいいけど、もうこれが長年時間が経ったりとか、あと子供ができたりしたらまた話変わってくるっちゃ、そういうのね、だからその現実が迫ってくるからね、その子供できたりするとね、うん、まあ、リアルにリアルマネーいるからね、でもね、どうにかね6歳までいけんだよね、うん、病院もあんま金かからんし、まあね、保育園も、まあでも 1,2,3 歳がお金かかるね、いや、かかるよ、すごいかかるわ、
3歳から無理やった。甘くないおむつとかいるしな。でもいいよな。もうだって斎藤にいたっては何年前なの。20年前もう終わります。20年前か、はい、俺でも、8年今9年目もね、はい、うわもう結婚して21年になりますね。ありがとうございます。しびれるな。もうベテランよ。大ベテランやん。師匠、師匠やん。だから本当に下手すりゃ 2,3 年で孫できる可能性あるから。あるね。あるあるある。ジジイになるよね。そうよな。ちょっとやのちゃん時間もあるし、セブンイレブンでドラゴンボール一番くじでも買いに行こうか。そう、事務所の方行くか。あそこいいね。うん、止めやのちゃん買う。俺買わない。え、なんか狙ってんの。いや、これがいいのが別に狙ってない。あのまあ ABCD ぐらいまではあのフィギュアがね、うん、あるんだけど、ドラゴンボールいいのはハズレのクリアファイルもいいっちゃ、うん、であれがあのドラゴンボールの漫画の、はいはいはい、あのこのトップ画面あるやん、下になんか繋がった絵になってるやん、ね、あなんか追っかけてるかなんかの、あのコミックの背表紙、コミックの背表紙、あれがクリアファイルになってるで、それはわりかし出るよ。なんだったらそっち集めてるみたいなとこある。今はドラゴンボールを俺全巻買ってさ、うん、読んでてさ、うん、おいくらすんのそのくじ。700円ちょいかな。一回もあのでかいフィギュア出たことないけど。へえ。じゃあ 1,2 個やろうかな。いやテンション上がる。いやあのタオルとコースター出たらちょっとバッと食べる。あでも俺タオル欲しいかもしれない。タオルやったらあのうちに2個ある。あ本当？テレテレの生地の。えあのスポーツタオル？普通のタオル？スポ細いやつ？あなんかこんぐらいの大きさ。あちょっとちっちゃいか。だから半ケチだよ、ね。しょうがない方、うん。なんで俺たちドラゴンボールくじ後輩が結婚指輪買いに行った時買うんだろうな。どうよ。不要買い。てんだよ、土曜日ばい、今日は何やってんだ、俺たちは。え参っちゃったよ。いや、でも、ちょっと奥さんとちょっと奥さん、可愛いよな。うん、可愛い。ちょっと奥さん、アプローチしてみようかな。あ、いいよ、今日ケツでも触ってやる。いや、そういうアプローチじゃないのよ。そこは、こう、いろいろどっか行ってみないかいとか、なんかお土産買って帰ったりとか。そっちいつの時代の人やお前。今日歯磨いてる時はあのケツタッチしてきてるからこっちは。でヒーッつって逃げてきてるから。何やってんの？なんとですね、はい。売り切れてました。はい。フィギュアがもうゼロ。フィギュアがゼロで、でじゃあラストワンショー行こうかってなったら。はい20個まであるっていうのでちょっと手が出ないということで今店変えてます我々ね。もうね普通に、うん、アイコス吸いながら、うん、移動です今。まさか人気だとはね。今ちょっと駐車場のある KBC 近くのセブンに移動してますよ。何やってんだ俺たち。何やってんだよ。別にゴリパラとかでもないのに。なんかちょっと夢が欲しいもんね、まあ、ワンスパイスね。確かに。さあ、はい、ここもやっぱ人気でね。一応でもフィギュアのラディッツが残ってたってことで、はい、まあちょっと矢野さん1枚でね。はい、買いました。私あの3枚買いました。でも790しますね。790でしたね。じゃあ行きます。ラディッツ出たすごいね。おお F アクリルスタンド。いい、ね、G 逆ですけど、うん、アクリルスタンド。クリアファイルセットだ。で何が欲しいの？ラディッツか、まあ、クリア、アクリル？やべ、タオル。最悪。引きが相変わらず。相変わらずやな。ああ、クリアファイル。クリアファイル。ちょっと変えてくれ。ダメだ。一個も欲しいの。3000円使って。ちょっと変えてくる。変えてくる。はい。どれでもいい。変えてくれんタオルと。これ
ダメだ。もうアレルギー、アレルギー。俺のアクスター、あ、選べるのアクスター、アクスター選べるんだよ。亀仙人のとこの亀とカリンさん。ちょっと待って、ちょっと待って。で、僕があの、ご飯に本音を語るピッコロさんのクリアファイル。これやられた時の、これセットでね、ちっちゃいやつもついてる。と、このアニメだけである、あの教習所に通うピッコロさんって。いや、それは止めるからいらない。これアニメだけであった、あのみんながクエスチョンマークになったシーン。これ多分あのジャンプに追いついちゃうから、うん、そう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 、アニメがね、だからちょっと伸ばすために、あ、これ裏いいやん、予告、これ何、クリアファイル、これも、あ、これいいね、いる、ちょっと見せて、じゃあ、それと、もう、あ、いいよ、どうしよう、これ、ね、ただ、どうしよう、いや、カリンさんとカメ、もうちょっとほら、キャラクター、悟空、ご飯、お前は、自分が持ってないやつ、渋すぎない、このアクスター持ってないの、いや、ちょっと待って、いや、俺、悟空とか、この3枚、これ3つセット、どうする、これはいいぞ、それ持ってないの、サイト、どれ、そのカリン様とか、これ持ってない、持ってないんだ、あ、で、欲しいんだ、どうしよう、うん、ダメだ、そう来ると思ったよ、え、追加で4800円よ、ちょっとスイちゃいちゃいましょう。ちょっと待って、いってる、あー、生コースター全然出やん、コースター、何してるんですか、やってんだよ、ほんと結果大迷惑かけてんじゃん。これなんか押すんじゃない、んどういう、いやいや、それ開けるんすよ、ちょっと開けんの、あっ、やっぱ押すやつ、押すやつ、なんでお前が開けるんだよ、最初に。チャンネル登録お願いします。スーパーゲッチュ、ゲッチュ、ゲッチュ、スーパーゲッチュ、ゲッチュ、ゲッチュ、スーパーゲッチュ。